はいさい、はいさい、はいさい。今日っすね、はい、お二人深瀬釣りあるじゃないですか。はい。で、一応深瀬対象魚になるのかな。対象魚の中で、はい、このもう最大なんじゃないかなっていう魚を。深瀬釣りの対象魚で、対象魚になると思います。イラブチャー系なのかな、これは。今まで対象魚何キロが最高ぐらい。深瀬で、深瀬で言うても4キロぐらいとかじゃないかな。4キロ、俺もそれぐらい。4、5キロぐらい、うん、うん。いや、もうぐらいが限界だと思っている。ね、その倍よりでかいの今日持ってきました。マジ一回見てから、じゃあ俺とこうちゃん判断しようか。じゃあいいっすか。うん、クーラーがでかいんだよね。そうだよね。いいっすか、開けて。いいよ。せーの、ドン。でかっ、キモっ。でかっ、キモっ。じゃあちょっと一回机の上に乗せよう。こんなに、いやもうこんだけ手こずってるのも深海商業のレベルじゃないんだよ。でかっ。せーの、おりゃ。なるほどね。なんこれ。これはカンムリブダイ。こちゃん方言なんだっけ。これクジラ物体。よくわからんよな、クジラ物体。クジラ物体、なんでクジラ物体っていうのかな。クジラみたいなんじゃない、とりあえずは。でかい、これ21キロあります。存在は知ってたけど、存在俺も知って初めて見た、生で。幻に近いな、クジラ物体って。あー、ね、そうなんだ。これ、昨日取れたやつなんですよ。へ、昨日取ってすぐ送ってもらって。新鮮プチプチ。どこで取れたん。宮古からです。あー、なるほど。歯がいっぱい重なってるのか、これ。もうさ、糊生えてるもん、ほら。すごっ。歯磨きしてあげたいな、これ。だってもうこれ釣ったとしてもギャフで取らんといけるレベルですよ。確かに、深瀬の対象魚で言ったら最強かもしれん。で、しかもこれ100キロとかなるらしいんですよ。100キロ近く取った方に聞いたら、うん、多分50年以上生きてる個体だよ。マジ。2倍だよ。先輩だ。先輩、半世紀生きてるからね。お父さん。むしろお父さん。お父さん。まあ、ちなみにどうやってこの、なんていうの、釣ったの、ついたの。森で。あー、なるほどなるほど。ついたみたいです。なるほどね。鱗でかすぎ。これで一漕ぎされたらたまったもんじゃないぜ。確かに。鱗取る。でっかっ。でっけー。やばっ。すごいね。鎧、子供の拳ぐらいあるよこれ、ね、確かに。とんでもない。硬い硬い硬い。ほんとだ、音が。なんかイラブチャーの鱗って柔らかいイメージあるさ。うん、こいつとんでもないね。鎧だよマジで。味もブダイ系の中では美味しいっていう。あ、美味しいんだ。評判マジこれ。しかも大きくなればなるほど高価って。お金がこれ。それはどういう意味。味で、それともこの希少価値で。味じゃないですかね、これは。競りの値段が大きければ大きいほど上がるって言ってたんで、うん、これ生きて寄贈できたら相当すごかったと思うな。じゃあ早速やっちゃう。早速さばいていきます。はい、こいつさばこうと思ったんですけど、ぬめりがすごいんですよ。うん、ぬるぬるしすぎて大変なんで、ちょっと取りましょうね。これベラ系のぬめりだぜね。魚ってあれだよね、健康状態いいやつってこのぬめりが強いよね。ああ、うん、俺のイメージぬめり強い魚と生命力強い感じする。ああ、確かに。これすごい、まだ目も綺麗。確かに白くなってるね。鮮度がいい証拠なんすよね、目が綺麗なのは。うんうんうん、いいね。お、気持ちいい、気持ちいい。これでかいんじゃない、ほら。入れられるようにする。はい。うおぉ、でかっ。死にでかい。恐ろしい。でかっ。言葉失うでかさしてるな、これ。時間かかるな。いくら鱗でかいとはいえど、魚もでかいからさ、それなりに数がある。お、いいね。いいね。あ、いいね。助っ人外国人みたいなパワーある、このペンチ。大物。大物ぞ。これさ、めっちゃ手痛くなるね。大変。おう、ほっぺたにも鱗あった、ね、すごっ。うわー、でけえ。じゃんけんぽん。図工3人がかりでペンチで取りました。全部剥がしてやりました。大きいから早く感じた。確かに鱗が一枚一枚ね。で、
ちょっと反対は包丁でそのままビーって。ああなるほど。スキビーちゃう？スキビーちゃおうかなって。分からん、感覚が分からん。どこまでが見える、どこまでが鱗なのか。いい感じじゃない？すごい。いいんじゃん？いいんじゃん？いくよ、せーの、はい。わあ、いいね。わあ、いいね。めっちゃ、お、すっげ。すご、かっこいい。突き引きが楽なのかも、これ。早いね。絶対それが早いね。いった。おー、いいね。すごい、見てこれ、魚とは思えない、ね、この反対に置いたらこれすごいよ。これね、三枚おろしじゃないんですよ、もう大きさ的に。確かに5でいく。5だね、5。お腹もすごいはずだからね。こっちから落とそうかな。いっちゃうね。失礼します。すごい、なんかイラブチャ系の魚さばいてる感じじゃない。うわすごいね。うっすら見えてる肝が。わお、肝やばいんじゃないこれ。どうさばくのが正解かもわからん。あ、でもやっぱイラブチャの身とは違うかも。でもでかすぎてからそう思ってるだけなのか。イラブチャ系水っぽいよね、身。うん、なんか結構しっかりしてるかも。マジ触ってみた感じ。びっくりしたのが、うん、うっすら身が見えるわけさ、うん、この見た目でめっちゃ綺麗な身してる。あ、そうなんだ。で、程よく血合いも入ってめっちゃ美人、身が。骨とかめっちゃ太そう。音がすごい。音が、うわ、すごい。あ、釣れた。ちょっと街みたいな色してない？ね、綺麗な身してる。めっちゃ綺麗、身、すごい。これは分かった、うまい。断面図すごいな。あの独特の匂いもちょっとないかも。急ぎ刺さってこと？うん、これはさばきがいがありますね。この何としてもお腹を潰したくない。ああ、はいはいはい。こういう系の魚、お腹潰すは大変っていう。あ、香ってきた。やっちゃった。やばい、恐れていたことが。イラブチャーがいる、ここに。この部屋のどっかにイラブチャーがいる。あの、赤マンボウより難しいかもしれない、捌くの。入ってるよ、入ってる入ってる。骨がものすごい太いね。うん、音よな。取った。取れた。すごい。すごい。ジョブテの中ですね。うわ、めっちゃいい、めっちゃいい。でかき、何これ。これあれじゃない、炭汁。炭の、炭の苦いやつじゃん、これ。こんなでかい。安牌に行こうぜ、お互い。おお。すごっ。摘出成功。おっしゃー。なんか出てきた。なんかドロドロスライム出てきた。でも間に合ったね。ミーには使わなかったよ。見て、超長。やばい、イラブチャーがいる。イラブチャーがいる、この辺に。肝やば。肝みたいじゃん、これ。でかすぎて、うん、これ肝だよね。これ食べれるの？わからない。絶対うまい。ステージ移動しました。肝好きだわ、今日。大事な任務。そう、肝を救出したいっすね。肝食べれる？パンチ食べれん？食べられない。こんなうまいのに。肝って何？肝臓？何のかな。この辺から切っちゃう。オッケー。うわぁ、でかっ。パッチ、俺あの任務終わったから、あとお願い。ちょっと、バター焼きしたいんですけど。
何太すぎるから、一、うん、回ボイルします、うん、はい、その横でパンチやります。でかいね、でかい、見て断面綺麗ね、あの見た目から想像できない色してる。確かに無臭。結構イラブチャーって匂いするじゃないですか、イラブチャーっていうの、うん、この時点で、うん、これしない、全くと言っていいほど。どんなにやろうかな、ちょっとトイレしたくなってきた。見てらっしゃる、これ見たから。じゃんけんぽん、あいこうでしょ、ずこ。指切りが終わったんで肝の方ね、食べやすい大きさに切ってから。一人でこれだけ食うってこと？いや、これ多分食べれないなと思って。うわ、血出てきた。すごい、指いたのにまだ血が。これさ、今ギュッて押したら血出るの。ギュッて、あ、出る出る、血管が入ってるからだ。え、すごいよ、私はどんな人で柵取ろうかなって悩んでるじゃん。あ、失敗した。硬いね、皮。思ったより硬い。うん、白いね、本当に白い、綺麗。結構歯ごたえある魚かも。みやこたまにスーパーに頭置かれて並んでる時あるんですよ。あ、クジラ物体の、クジラ物体の、売り物として、売り物として。へ、食べるってから、出し取るために。あ、うん、頭はただ置かれてるだけ。あ、売ってるとかではなくて。売ってるとかではなくて、結構みやこスーパー行ったらたまにバケモンみたいなやつが置いてあるっす。うん、すごい、こんだけさばいてもあれだよ、まだあんだけ残ってる。本当に何人前あるんだろう。はい、刺身。熱いけどすごい量だね。がっつりあるね。これはもう汁に入れる。昆布で出汁を取ったやつにちょっと塩とか入れようかな。ちょっと味確かめながら。すごいいい香り。うん、はい、よっしゃーい。はい、ネギもドカイですね。冷蔵庫にもうすぐダメになりそうなネギがあったんで、もうこれ間違いないと思う。主役の魚が見えなくなってしまった。もう今のところ全く癖が感じられない。うん、あとこれは何したら完成？これで終わりです。これは、あ、味付けは終わり。味付けも塩だけ。やっぱ癖がない魚なんでね、入れるものは最小限で。あ、なるほど。って言っときながらネギは最大限に入れました。こっちはネギダメじゃなかった？うっ。ダメだ、これはもう勝ちきれん、勝ちきれん。新しく作ってあげる、こうちゃん。風味とかいう問題じゃない。ネギもう主張がネギ。ネギ、じゃあネギ抜きも作っていきます。ネギ抜き作っていきます。じゃんぽんフィーバー、チャッピー。はい、買ってきました、バター。バターはもうこれは肝用のやつだよね。そうですね、もう男らしく。で、その間にここにね、薄力粉巻いちゃいます。へえ、味がね、染みるように。そうなんだ。ソテーですよ、ソテー。綺麗にいったらソテーですね。あ、いい感じかも。で、パンチは入れ忘れてた。お酒を、男は塩だけみたいな感じですよね。お酒入れてますね。男らしくねえな、酒ないことが。ねえ、うん、酒あってこその男らしさ。ほんとさりげなく何やってんの？炭火で肉団子みたいな。へえ、おしゃれ。これがね、汁には欠かせない。お寿司でネギありと梨、魚梨を作ってくれん。魚梨だった。あ、こちゃん笑ってくれた。大手に疲れたら。パッチ、うちの店魚でやっとるもので。ステーキみたいになってる。普段魚食べないから素朴な質問なんだけど、はい、魚種違っても味変わる？魚種違っても味変わるわ。魚種によって違うんだな。
やっぱり焼いた方が美味しい魚とか、うん、やり方によって全然違いますね。そうなんだ。じゃあこれね、最後は背浮湯をかけてレモンピピってやったら終わりです。これ完成です。味付けは、はい、塩コショウと醤油とバター。はい、やっぱりね、そばっすよね、寒い日には。そうだ、すごい汁が少なかった。思ったより、思ったよりあっさりスープだね。ネギもいっぱいあるんで入れて、やばい、つみれが崩れてしまった。で、魚の身も入れると。はい、いいんじゃん、いいんじゃん。一丁上がり、二丁上がり、そば。あ、よったくさんも来た。二やんも上がり。よったくさん、そば食べますか。そば食べたい。程よく、うん、波程よく追加。おい、じゃ食べていきますか。えーい、完成ですね。しゃあ、うまそう。あ、そば、刺身、うん、で、ソテー。こうちゃんも食べたい。これ何これ。いただきます。よーし、ちょっと飲んでくれ。うん、おいしい。うん、しっかり出汁出てるじゃない。ちょっと刺身気になるな。おいしい。いきます。あ、いいのこれ。いただきます。おおこんなだったんだ。コリコリ、すいません。うまっ、マジでうまい。うん、すごい。おいしい。身おいしいね。さっぱりしてる。うん、美味しい。あ、甘みやっぱあるね。美味しい美味しい。しかもさ、火通した部分さ、皮ついてたわけよ。うんうん、皮いい感じにコリコリしてうまい。うん、皮がうまいと思わんかった。いただきます。さっぽちゃん、ずっと美味しそうって言ってた。こいつが楽しみ。いただきね。うまいわけよ、やっぱり。根に共感できんかった今俺。うまい、素晴らしい。これ大人の味してる。身崩れしないからね。うん、何してもうまいね、これ。ねえ、非常に淡白。うん、よったくさん、肝は食べないですか。食べるさ。なんかハンバーグみたいだね。ねえ、うん、こんなつぶつぶ感あんだ。マジうまい。美味しい、ね、非常に美味しい。フォアグラですよ、フォアグラ。なんかな、簡単に言ったら上品な味って言えばいいのかな。うん、これ日本人好きやね。うん、いただきます。うまっ。刺身もあるでいい。何の肉、魚だ。これ食べた後にちょっと姿見せます。オッケーオッケー。じゃあ確かに、よったくさんにも姿見せた方がいいと思って。うん、あ、実物。あ、だ、弾力あって美味しい。身がしっかりしてるね。臭みとか全然ないですよね。煮物とかに向いてんじゃない。確かに、マース煮とかやったら、うん、多分美味しい。うまい。ちょっと刺身食べてみて。白身なんだ。綺麗だよね。うん、あ、生でもしっかり弾力残ってるね。何かわかりますか、この魚。ヒントは、うん、この個体は21キロありました。あ、でっか。ヒントか。プロフィール言ってるだけですけど。ヒントは、うん、名前にクジラがついてます。クジラ。ヒントは、あの、名前に物体がついてます。ヒントはクジラと物体っていうのがヒントらしいです。物体って謎の物体とかの物体。方言なのかな。方言、方言、方言。クジラ物体ってこと。おお、正解。いや、絶対名前分かんない。最後ちゃんから顔分かってないから。あれ一番ピンときてないから。正解って言われても分かってないけど。これ食えない、どこでも食えないんだよね。まあ、見ないと思うっすね。俺も初めて見た。うん、主な生息地域は宮古とか。いや、沖縄、奄美までいるらしいんですよ。ただ、大きい個体が上がってるのを聞いたことあるのが宮古までしかないです。しかもなんか、この時期にでかいのがいつも取れるんですよ。見た目のいかつさに反して美味しい、うん、ね。うん、あ、これつみれか。つみれです。つみれめっちゃうまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった、マジ食べやすかったな。あの見た目には想像もにつかないぐらいね。そう、癖もなくて美味しかったです。頭のクジラは何なんやって。確かに、ね、ク
クジラ。クジラみたいだったんじゃない、多分。大きいよ。クジラぐらい大きいよみたいな。はいはいはい。だいたい廃材にクジラ物体出そうと思って、ちょうど1年ぐらいだったんで。前から狙っておいたんだ。そう、ナポレオンぐらいの時から、クジラ物体っていうのがあるよみたいな話してて、で、これでいつか出したいなって思ってたら、今回このタイミングで撮れたっていうことで。撮ってくれた感謝。本当に確かに。いいもん見れた。いい経験できた。食べる。食べる。男ちゃん、釣り人としていいもの見れたな。ね、本当にいたんだって感じ。ぜひ釣ってください。幻的な感じだった。聞いたことあるけど、本当に今日まで見たことなかった。はい、今回は、幻のブダイをさばいて食べてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。